日向の日陰。さあ今日はツバメ観光協会のともちゃんとゴロちゃんお二人来てもらいました。どうもこんにちは。ともちゃんがまた青になってる。いやかっこいいですよやっぱり。これナイフなんですかこれ。そうですね、洋食器のナイフになってます。なるほど、これはやっぱツバメ市の食器をテーマにしてっていうことなんですよ。はい、こんな折に会える素敵なイベントが9月の25日にゴロちゃんあるんですよね。はい、道の駅久我美リナルオープンしたばかりの新しいところで、はい、酒呑童子行列実施します。ぜひお越しください。ファミリーでも楽しめるし酒呑童子でお酒も飲めちゃうかも。皆さん会いに来てね。来週もよろしく。バイバーイ、バイバーイ。さて次回のちょいナビはコスパ最高満足定食の特集です。食欲の秋にお腹も心も大満足、それは9月だった。見てね。